なかなかこういう場にね我々ふさわしくないんで、なんだという感じで多分ご覧になってくれると思うんですけども、まあ、なんでここに我々がいるかというと、うちの事務所のね、キリングセンスという、お笑いがいるんですけども、まあ、長い付き合いですもん、十何年の、でそいつが肝硬変になってもう末期でもう助からないと、日本ではどうしようもないってことで、こいつがいろいろ調べて、でこの移植が、いろいろ外国だったらもっと できるってことで、萩原は、日本のお医者さんにかかってきた行った時に、まあもう君は諦めなさいと、これは私も実際お医者さんとも話したんですけども、もうこれはもう無理だから、要するにあとはもう田舎に帰るなりなんなりしてっていうとこまで言われたんですね。で果たして本当にそうなのかということで、トリオジャパンさんの方にね、いろいろお話を伺ったら、いやそんなことはないよと、外国へ行けば移植というのは十分あり得ることだということで、まあ、いろいろ話を伺うと、要するに日本の医療とやっぱ一番違うのはものすごく考え方がね、アメリカはなんていうのかな、合理的、これはいい意味でも悪い意味でもそうなんでしょうけども、すごくね、なんていうんだろうね、移植すれば助かるんだから、どんどんそれを進めていきましょうっていう考え方がこう浸透してる感じがしましたね。もう本当にもう我々ももう見舞いに行って、もうあと数時間の命じゃないかぐらいまで実は行ったんですよね。でまあそこをなんとか持ちこたえたのがまず一つラッキーだったんですけど、でそのままそのさあ調べて、でパパパッと割とまあ手際よく、まあいろんな皆さんのですね、まあ援助もあってね、協力あって、でアメリカに行けたと。で今本当日本だとそれはやっぱり相当、その萩原の場合もそうですけど、運が良くないと、そうですね、なかなか助からないっていう部分が多いと思うんです。それをやっぱりもっとそういう状態が日本でね、設備が整って、みんなの意識が高まったら、それはもう運ダイルじゃなくなってくるっていうところはあると思うし、そうしていかなければならないんじゃないかという気がしますけどね。